はいみなさんこんばんは、まあ、簡単にまとめておきます。何がしたいの君たち。まあ人から聞いたんやけどねコミュニティにこういうことが分かってますと見ました。はいもうあなたにそっくりそのまま返させていただきます。悪いですけど。まだ大人になってないね。あのー、ここまでこういうふうになったのはどう誰のおかげあなたと俺と知り合ったのは誰のせい人から紹介してもってあなたが俺,に俺とつなぎを取りたいって言ったんじゃないんですか それさっき言っときます。ね。で、今まで人いきさつ、もうな、だからな、離れてな、そんなん言よやったら最初からな、そうなる前にちゃんとしときいな。ないがしろにしてあなたは悪いで、ほんまに。普通から見たら考えたばかるやん。そうやろなんか恩に着せてみたいな言い方してるけど、もう言うやろって。あんな、今まで本んならな、俺らはな、 俺はなどういうふうにあなたのことをしてきたわけ今まで。最初のいくつか何ただの俺はピアロかって思ったね。最後のあれ見たらほんまに悪魔に見えたよ。あなたっていう人が。でまあ何やコミュニティの今日見たけどあれやわ、あのー、皆さん迷惑かけた方で申し訳ありませんって。なんでそこでまたえこぶってんの 俺言うたやんもうこんな言うたけども攻撃一切しませんとじゃあそっちもな黙っときもうほんまにほんで何で逃げたやつがおんねんそこに一緒になって私たちは負けないって負けないとかいう問題ちゃうやん常識知らんやんあんたらそやろなんかありましたからブッチして逃げたんちゃうの俺から男のやつもそうやしいまだに何も言うてけえへんやそやろ な何とでもえるよ。本当に。あんな、もうほんま言うとくで。まあ、例えば俺のチャンネルがなくなりました YouTube をやめました。そうやけど、世の中って狭いねんで、言うとくけど。そうやろ考えてみて、ほんまに。あのな、あのー、大人やねんからさ、あのー、なんやろ、ちょっと考えたら。 あのなもう皆さん分かって話分かってる人俺の言い分分かってくれると思うけど簡単な問題じゃないんやねこの人と知り合ったんもそれを踏まえてやってるんかなと思うねいつでもうん思うわほんでまあなんかあえてそういう名前出すの待ってるんか知らんけどねうんな逃げたやつがんでそこの女って話よほんまに ねさけないよもうとりあえずなもうそういう情報も入ってほしくないし俺のことは一切書かんといてくれもうないないでもラインでも何でもやってくれみに入れようにして頼むわほんま頼んどくわなでまたえー、っとこの人らの方も通じておるけどあのー、あれよあの賞、ー、味ね一緒にこうやって一緒にねあのー やってきてき俺はね正直言うてこう中身のことまで見してもらってないからね俺もまあこの裏切った逃げたやつもそう言うてたしね、うん、だからその部分ははっきりした方がええんちゃうあの俺はアンチの方の同じ意見言うてるわけじゃないけどねもうそうも思ってまうよ俺もつくづくね一緒の乗ってそう思ったもんねなんでそういう部分を隠してるのか あんたもそのね、あんた攻撃してた元の連中のこと言われへんよ。言われても仕方がないんちゃうかなと思うね。そういうことしてたら。大体いい無理やん、そんなん。俺んとこでもやで。5匹でもひいひい言うてんのにやで。も、ま、う、あ、そういうのちゃんとした方がいい猫はかわいそう。そうなったら。自分は一生懸命頑張ってる、そりゃ頑張って当たり前やん、そんなん。そんだけ猫置いてんねんから。で、言い出すで俺も。もう言うてるけど。俺が本音やわ。 正味な、1匹、2匹とか5匹とかもう大変やねんで。それをそういう数や数やろもう大変と思うわ。それは自分で巻いた種よ。それはちゃんと刈り取らなあかんよ、責任持って。なあ、今やから言うけども、こんなな、ひどいし仕打ちされるんやったらありゃ、もう言うけどな。離れていった人、敵対に守った人のな、言うてる意見もわかる。うん。確かにあの人はむちゃくちゃやったよ。むちゃくちゃやったけど、俺はそれでも、 あんたのためにやってきたつもりやで体張ってそんな人間に対してそういうふうなこと言えるおかしないのちょっと考えたらなんか念力起送るとかなんか変な宗教でもやってますんかほんまにねおかしいねそっくりそのまま返すよマジであのな言うとけどあのそういう妄想俺が妄想とかそんなんでやってないよ 何をあんたらそんな言うてんな妄想がどうのこうのって。俺は超能力者でも何でもないねんで。ほんまに。言うときますけど。そんなやったら何でも嬉しいわ。もしたえば妄想で何でもできんやったら。嬉しいよ。俺んだけそんな言わんといて。あんたらもそういう会話しとったやんなんで自分今更自分なだけええ子ちゃになってんのなあ 俺が嫌いなところあの人のこととか情報を持ってきたんだれ逃げたやつやろおばさんやろなあ言うてたやん。でそれをな俺俺ばっかりが言うてるような言い方したあかんでほんまに俺も嫌いとから当然言うね好きじゃないから正直言うて言うけどそれを何でもかんでも俺の俺のことばっかり言わんといてくれるほんまに。 なほんでまた俺がこういうこと言うと俺はまたみんなからなあいつあんなやつやってんって離れて行きはんねんな何人かそうやんかそやろいきさつを知っててもあえてまた味方につくっていうのがおかしいねこれうんまあ行くのは自由ですけど皆さんのねな結局俺が悪者になるんかという話をでしょよう考え俺は言うたね 昨日のその決別宣言の時もそうやし、あライブの時はもうあなたのこと一切攻撃しませんって言うてんねんから。もういちいちそんな呪いとかな、そんなな、あの、言わんほうがええよ。もうそっくり返したもう返しますあなたに。ほんまにな、かっこいいと思わへんの、それで。な、そんな言うてれまにあった、猫のこと考えたって。大変やろ 思うで、それは一緒についてこの逃げたやつはな逃げたやつも内心思ってるかもしれんで、ね、中身を見してもうてないやんやおいら正直言ってあのストーカーやってた男のやつもそうやん人のことそんな言うけどな現実やんお前ストーカーされたんちゃうのパンツくらい言われたんちゃうのほんで離れたあのお姉ちゃんもそうやんか付き合ってとか言われたんちゃうのまたそんなも指示してねんでな俺何でも言うでほんまに俺のことそんな言うてんねやったら 本名かって言うても構えへんでお前らさらさらさへんのやろさらした訴え俺が訴えた俺やからなうんそうやろほんで逃げたやつがなんで出てきて言うてね一緒に立ち向かおうっておかしないかこれほんまにおかしいわなあほんで今日のライブでも低評価押しに来てるけどまあほとんどあのおっさんおっさんがあるやろね自分のぐらいかつかでボンボンボンと押してるわねうんそれもあんねな またええかっこしいで出てきてこの逃げたおばさんの気を引こうとか考えてんえちゃうかなと俺は見たうんまあ自分の病気をあのあれする男やからねこの人はうんまあこうやってね聞いてたらねほんま皆さん俺がすごい悪人のように思うでしょね俺は本当の話しかしてないからマジでうん、なんでいつも何かあった時にねこういうふうな話したら俺は彼が責められんの なんでまともなこと言うたらあかんのって。俺間違ってること言うとないけどね。ほ、うんに。どうせまたこれ、ね、あのー、動画配信したら嬉しがって、低評価押しに来る人間おるんやろな。お、うん、るやろな。間違いなくね、面白がってね。他人のことやから、いざ自分に振りかかってみてください、皆さん。どういうふうに思うか。ね、そこを考えてくださいよ、皆さんね。どういう戦いになったんか。 果たたしてここのの人ち俺が正しいのかそこは判断してさあもう作って向こうに作って以上は向こうの方が正しいと思ってんだろうねこれはねそれはそうやけどね言いくるめられてるとこもありますよ言うときますけどうんと思う俺はねちょっとねもうほんまねそういう前からも言ったけどあの何、ー、かあったら呪ったんねーとかまあ,あの向こうのね 敵対してる人のこと言ったけど俺にまでそんなんしても一緒俺はそういうのパワーに変えるから無駄やで言うとくけどうんっていうかなあのー、もうそんなん言う事態がなもうちょっと病んでるよまずまず病んでますもうね早くて病院行った方がいいマジであのなこないだまで熱出してしんどいとか言った人間そんなななんか文章あげたりさ動画とかあげれんの 不思議でしゃあないわなんかどあの脈が取ったらこったらって言うときながら、うん、ほんで記憶障害のおじさんもそうよ病気やったらね病気に専念してくださいよもうほんまに思う同じ人間として言うてあげるわほんまになあでまたこれ動画配信したらなんかコメントくれるアンチ的なあコメントの方のコメントは一切受け付けませんので、えー、よろしくね 一さえ読まへん。ああせめて低評価でまた押しに来てください。二十九か三十今日もあったね。それぐらいの数頼むよ。ね。もうなそこまでな、うん。まあ面白半分にやってくるるつもあるけどね。俺のチャンネルがあね鬱陶しいとか思ってる人は押しに来るんやろね。そうやってね。うん。それはあるやね。別に全然気にせんからあそういうことです。はい。